寿司屋の寿司屋の愛席イースカ、新しい技術と発想でウェルビーイングな街と暮らしを、スマートシティ略して寿司ネタを全国各地で広げて回る番組です。皆さんはこんばんちは、ロケーションビジネス&マーケティングジャパンというですね、団体があります。これは何なのかというと、ロケーションビジネス、いわゆる位置情報を活用した事業ですね。こういったものを、進めている事業者の方々で、共同でマーケティングですね、業界の発展と、向上に、つなげていくための、一般社団法人というものがございます。これは実は全国というかですね、世界的な組織で、日本では2019年にですね、社団法人として立ち上げられて、で今まさにこういう位置情報を活用した事業を取り組まれている方々が、今大体どれぐらいだといったかな、90団体ぐらいですかね、参画されているというふうに伺っています。今私、そのスマートシティの、社団法人もですね、スマートシティの界隈でも位置情報を扱って、同行するというような話は非常に多くてですね、その街の見える化ダッシュボードみたいなもので使ったりですとか、あとは一般市民の皆さんにとっての便利なサービスを提供するという観点で、その見える化地図の活用みたいなこともしかり、でその街を管理する側の方からしてですね、その位置情報から取られるデータをうまく活用して、サービスにつなげていくというようなことなんかもあったりしますと。ということで、ちょっと今この LBMA ジャパンさんと一緒に、今度ですね、5月ですね、21、22の2日間ですけども、LBMA エキスポ2024というものが開催されます。初めてですね。で、この浜松町のですね、近くの施設で行われるんですけども、今ちょっと協力をしております。この位置情報ね、例えばその通信会社が持っている携帯電話から取れる情報でですね、いろいろなところの混雑状況を見えるようにするですとか、例えば Google マップなんか皆さん見たときに、どこが道路が混んでるかみたいなことも見えるようになってますけども、ちょっとああいったのも、いわゆる Wi-Fi ですとかそういったものから取れる情報を集約して、その混雑情報を知らせるということで、じゃあそこを回避しようかということだったり、しながらですね、全体として、調和を取っていくようなことに活用できるということです。で結構世界的にも本当にこの分野いろいろ進んでいてですね、でもう本当にスマートフォンなんか普及してきたっていうこともあって、さまざまな人が持っている携帯からですねデータを吸い上げるみたいなことをしながら、うまく位置情報を、吸い上げながらそれを加工編集するといったようなことが進んでいるということですね。でやっぱりなかなか実証実験多いんだけども、 なんかそれでこう価値をですね出していく仕組みっていうのがやっぱり皆さん結構試行錯誤していてですね、 で今回その LBMA ジャパンさんのポッドキャストでお話をさせていただくという機会をいただきました。はい。で、スマートシティの分野でも実証から実装へというようなことでですね、実証実験本当にたくさんやられているんですけども、一個一個やっていくことをですね、より、熟度を高めるというか、持続可能な仕組みとして作り上げていくということが本当に必要だったりしますので、ちょっとそういったことをですね、今後も進めていければと思います。こんな形で、いくつかいろんな今社団法人他の協会の方々なんかとですね一緒になりながら、進めていくと、いわゆるその分野で詳しい方やっぱりいらっしゃいますので、そういう分野分野ごとの詳しい方々と一緒になりながらですね、まちづくりというか、社会づくりっていうのを進めていけたらなというふうに思います。はい。そんな感じです。はい。ポッドキャストと言いながら実は YouTube とかもあったりしますけど、ぜひお聞きいただければと思います。